はい、どうも、トビです。西船橋にあります、ね、京丸さんという居酒屋にやってきております。コロナウイルスの影響でですね、飲み会の自粛風潮とかもありまして、飲食業もなかなか厳しい中にある、まあ、せめてね、地元の船橋に飲食業に少しでも貢献したいということで、今撮影終わりでですね、飲みにやってきております。今日は営業時間がいつもよりちょっと短くなっているということで、もうあと1時間ちょっとでね、もう閉店になってしまうんですよ。飲み放題のメニューを頼んだので、その飲み放題の時間の中で果たして何杯お酒を楽しめるか、これを検証していきたいと思います。ドリンカーのこの手が検証になるぐらい頼んでやろうと思います。1杯目はやはりレモンサワーでいきましょう。じゃあ1時間スタートしました。あ、うまい。美味しいやつだわ。酒の味しっかりするタイプの。回数稼ぐならサワーは結構辛いかも、炭酸なら。いや、まあベタにこの辺とか一品ずつ欲しいけどね。うん。板わさとかもいいけどね。一杯飲みました。開始、4分半ぐらい。多分スタッフさんもですね、少なくて、この個室周りを一人のスタッフさんが担当してるんで、オーダーに来るのに時間かかるかもね。そうだね。これね、芋のお湯割りをお湯割り攻めでいこうと思います。お湯割りだとまあ飲みやすいし、ちょっとアルコール度数は上がりますけど、水分量としては減りますし、コロナウイルスは熱に弱いらしい。コロナ対策も含めお湯割りでいきたいと思います。2杯目です。芋お湯割り。芋ガッとくる。芋ガだね。芋ガだね。はい。はい、どうも。塩辛と粒がうまそう。いただきます。これよ。もう今3杯飲み終わったところで、もう20分以上経過してる。そうね、うん、やっぱね、この待ち時間がちょっとロスになるのかな。レモンサワー1つ。4杯目いきます。あ、熱い。あ、うまい。あと12分。おお、ガチラストスパートかけよう。ここでマジでマジで、ちょっと頼む、呼ぼう。レモンサワー1つと芋割りを。いいよ、いいよ、いいよ、大丈夫だよ。やばい、残り時間。お湯割りラスト、これでやっつけます。これラスト2つね、レモンサワー来てるんで、これやります。これマジでやっつけますわ。ラストやります。お湯割り6のレモンサワー5、1時間で11。おお、飲みました。おお、ありがとうございます。いろいろな風潮がある中で、自分の許せる範囲で、なんか許せる中で飲食を楽しんでいただけたらなと僕は思うんで、まあ今回そういう動画をやらせていただきました。マジで動画を見てくれてありがとう。グーグルの高評価、チャンネル登録お願いします。また次回お会いしましょう。バイバイ。